岐阜市の椿ラボ。代表と社員合わせて5人の小さな木工所です。こういった三角形 の椅子を作ってほしいということで、岐阜市内の幼稚園からの依頼で。5年前に開設されたこちらの工房、大小30台ほどの機械が揃っていますが、特徴はこちらの木工旋盤。こういう木の塊から刃物で削り出して、こういったスープボールを作ったりとか、サイズに合わせていろんな食器を作ったり、プロが使うような機械を一般の方が使えるっていう場所は、全国的にもないかなと。実はこの椿ラボ、週末には機械や作業スペースを一般にも開放。全国でも珍しいシェア工房なんです。会員は20代から70代までのおよそ80人。木から削り出してコップを作る人に、本格的なダイニングテーブルの組み立て、手慣れた様子で旋盤を扱う女性と、皆さん思い思いにものづくりに励んでいます。2年ほど通っているというこちらの男性は、テレビ台作ろうかと思ってます。自宅で使う家具を手作りしているそうで、定年後の趣味としてテーブルだとか椅子だとか いろいろ作ってますけどね。面白いですよ、やっぱり規制だとここもう少しこうだったらいいなと思うのが自分でできますからね。寸法も自分の思い通りに作れますから。使う刃物 と刃物を動かす向き方向が全く逆になるので、ここをちゃんと、分けて理解していくようにお願いします。この日は初心者を対象としたレッスンも開催されていました。4日間の日程で木工旋盤の使い方を学びます。皆さん真剣な表情。刃物を当てたら基本的に楽しいですね。結構ね、削れていく感じが、参加者の一人、奥田真嗣さん55歳。実はこの方、前職は学校の教員やったんですけれども、若い頃からの夢で、いつか木工の仕事がしたいなと思っていて。岐阜県内の公立小中学校で教師として32年間働いてきましたが、ずっと温めてきた木工の仕事への憧れを実現させるべく、去年早期退職。今55なんですけど、80歳ぐらいまでできる仕事をと思って今勉強中です。専門学校で学びながら技術を磨きたいとこのレッスンに申し込みました。お皿とかコップとか作れる、大きなボールとか作れるといいなと思います。あれは奥田さんの自宅だから、ね、作ったわけじゃない。これが私が一番最初に作った作品ですね。ここにおもちゃが入るんです。でここに熊の顔を描いたと。自宅のあちこちに作品が。自分で作って自分で使うってことができてね、なんかとっても楽しいですね。満足しています。そうです。目指すはプロの木工家。この決断に妻安子さんは、そうやって思ってるかなと思ってても本当に辞めるって聞いた時はちょっと驚いたっていうのが、今となっては1年でも早くその道やっとけばよかったねっていうぐらいな気持ちで、今は応援する気持ちでいます。第二の人生として
木で何か作って人に届けるっていうことがしたいなと思っています。まあ十分教員の仕事もやったなと思いましたし、新しい道へ進みたいなと思って決断をしました。何かを作って人に届けたい、椿ラボに行って改めてものづくりへの意欲をかきたてられたという奥田さん。まあ、和田先生のものづくりに対しての考え方ですね、消費されるものづくりよりも愛用されるものづくりを考えていった方がいいっていうこととか、いろいろ教えていただいたので、そのこともすごく勉強になりました。消費されるより愛用されるものづくりを、椿ラボ代表の和田さんが大切にしている考えです。きっかけは、私が高校生の時に父から譲り受けた机になります。父親が学生時代から愛用していたこちらの小さな古い木の机、自分の後は息子に譲り、3代で50年以上にわたって使い続けてきました。現在41歳の和田さん、実は最初に就職したのはトヨタ自動車ですね。はい。アメリカの大学を卒業し、24歳でトヨタ自動車に就職。看板方式と呼ばれる部品の物流システムを海外の工場に導入する業務などを担当していました。しかし多忙すぎる毎日の中で、仕事や暮らしへの疑問が徐々に膨らんでいったといいます。その自分がやっている仕事が自動車の会社で物流っていうところで、なかなか消費者から見えない、どういうふうに貢献できているのかっていうのが見えなくなってきていて、そんな時目に留まったのが自宅にあったこの机でした。でその時に、まあ、代々受け継がれるようなものの価値を感じて、こういうものを作れる人になりたいなっていうところから、木工の世界を志したということになります。世界を股にかけるグローバルな自動車メーカーから、手応えがダイレクトに感じられる木のものづくりへ。当時の決意を和田さんはブログにこう綴っています。大量生産大量消費のグローバルな世の中に逆行し、地元に戻り地元で働く、身近な資源を使って身近な人のために仕事をする、自然と寄り添って暮らす。同じように、まあ、木工をやりたい人、その自分で作ったもので生活したい人っていうのがいるんじゃないかなっていうふうに思っていて、まあ、そういう人たちの受け皿になるような場所を作りたいっていう思ったのが、シェア工房を始めるきっかけです。身近な資源を使い、身近な人のために作る、ここにもそんな会員がいます。椿ラボに通うようになって4年ほどになる山形市の会社員、武藤聡さん。今は小さな椅子と格闘中。ダメだ、なかなかうまくいかないことが多いんです。で失敗繰り返しながら修正して出来上がってくるんで、その分すごく愛着が持てて、まあ、そのもの自体は、まあ大切にできる。2年前、娘のために学習机を製作し、今年は下の息子が使う机を作りました。まあ、喜んでくれました。もし将来というか、なんて使い続けてくれて、お父さんが作ってくれたなみたいなのを持ってくれたら一番いい、嬉しいのかもしれないです。ずっと使い続けてほしい、そんな願いが込められた家具や食器たち。できたよ、持っててね。
次の世代にもものづくりの喜びを伝えたいと、和田さんこの夏初めて子ども向けの木工イベントを開催しました。怖かった。万華鏡削って皿にしました。あの角を削るところとか、全部がもう難しかった。一つ一つの作業を終えた時の子どもたち その満足感というか、そういうのが顔に表情に現れてきていますので、そういう姿を見るとすごく嬉しいなというふうに思います。まあ、大量生産大量消費のそういったものにあふれる中で、でもこれだけはなんかこだわって、ものを作ったとか、これだけは少し愛情があるとか、そういったものが暮らしの中に一つ二つ増えるだけで、充実感というか豊かさっていうのが変わってくると思ってますので、シェア工房を運営したりとか、イベントの企画を通して今まで全く接点がなかった人たちが木に触れる、で木工に経験してみるっていうところで、そのきっかけ作りをしていけれるようになれるといいなと思っています。